どうも、エルザです。それでは、嘘つき姫と盲目王子やっていきましょう。さあ、王子とまた一緒に旅をすることになったんだけど、まあ、魔女に謝りに行くっていうことなんだけどね。ギミックがね、だいぶね、はあ、そういうことか。ああ、ちょっとワンテンポ遅いね。あ、こうのが早いな。あ、何回もするのね。そうか。うん、あと1回。いや。あ、踏んでて邪魔してたってことか。そっちのパターンね。まあ、あ、危ない危ない。挟まるとこや。じゃあ行きますか、先にね。お、大きな。お宝があるけど。ちょっと待ってね。お花畑が見えるね。これ、そうか。これ渡すときは？あ、一応喜んでくれるんだね。あ、これはちょっと一安心だな。こうなってくると。はあ、まさかここに来てパチンコ玉をすることになるとは。でもう一回殴ったら、あ、オッケーだね。よし、意外と普通。危な、意外と滑るのか。はいはい。ねえ、これも登って、え、何に反応して、うわー、嫌だなー、そのギミックは。なんか嫌だな。王子ここにいてもらって、入れ替わりね。よし、危ない。取れた取れた。よし、行こう。いやー、お、クリアだね、なんとか。
さあさらにという感じかな。いやーでも本当に今までの雰囲気と全然違うよね。それそれはえぐいな。よし、動かしたらあれか。そっか、前後に動かすのありなのか。スイッチガチャガチャしてね。そしたらそれでいこう。さよなら。うん、ガチャガチャでいいね、意外とね。そっか、全部の魔物で逃げてないのか。のんきなままの魔物のいたもんやね、化け物もね。むずいな。意外とむずいな。急にむずくなったな。よし。そのまま燃えてもらえまる。バーッと思ったけど、また出てきた。あー、マジか。いやー、むずいぞ。あそこ嫌いだな。あれも、初見殺しどころか、結構難易度高いよ。多分、うん、だよね。あのカエルが強かったわ。よし、中間。そう、これも登れると。あー、風か。あそこまで行かないといけないわけね。結構スピード勝負だねとなると。まず一回、いや、だいぶ進むな。さあ、タイミング見て。よし、オッケー。何かと手がかかるね。さあ、これで王子が連れていける。
いやー、結構シンプルなギミックなんだけど、なんか精度求められるね、ちょっとね。さあ、さらにセーブ。そうか、ニャンズたちがいたか。お、綺麗な花。意外と花が普通に手に入るっていうね。どうぞ。また嫌な感じ。あそこに一人か。よし。今いなかったんだけどな。旬で出てきたな、なんか。よし、もうちょいだね。もうちょい。いや、ちょっと待った。違うな。まだだ、まだ続いてる。マジか。よし、オッケー。さあ、だいぶ奥まで来たよ。そうなんだよね。油断すると勢いで殺してしまうっていうね、なんとも切ない感じになってしまうんで。あ、しかもこっからか。そうそう、早めに画面出してしまえばね。システムを利用して、よし。ねえ、もう一つだね。でも敵さんはなんかちょっと下目だったからね、何の意味があるんだろうね。うん、降りれるわけでもないからな。場合によっては攻撃してくるってことかな、それとも配置ミス、わからんな。さて、問題の場所に来た。意外と一番の敵は段差かもね、こういう。ほらー、オッケー、よしよし、危な。はい、ということで今回ここまでにしちゃいましょう。まあ、次回この続きからだね。やるんだったらね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。